よし、階級ちゃんか。なんでこんな雰囲気になるの？いや、やっぱ正式な儀礼だからお前は結婚式でさ、新郎新婦がチューするときにさ、おキスすんの、キスすんの、うざすぎやろ。ちょっとで、今日のメンバーはこちらです。え、誰おる、誰がいる。任せたな、編集に。おい、渡すな。投げたな。投げるなよ。てことで、今回は3回目。え、ちょっと待って、51回目やで。ということで、毎度のごとく面白かったらメッポン、面白くなかったら階段ダン、階段ダン、すごい階段じゃん。階段ダン、階段ダン、階段ダンがつまらないって言ってるのか。階段ダン面白いじゃん。ここら辺でも動画貼ってるでしょ、小麦のことだから。じゃあ早速お題いきますよ。はい、お願いします。じゃあまず一つ目のお題、マインクラフトに新要素追加、その機能とはっていうお題なんですけど、はいはい、何かありますか。ね、はい、パルティさん、題引いてもらっていいですか。早いな。マインクラフトに新要素追加、その機能とは。香りがする。階段だ、階段だ、階段だ、階段だ。ジャブ、ジャブだ。ジャブ、最初は、うん、ありがとう、ありがとうやろ。早朝いないとこういうことがあるから、シャンプー。はい、はい、はい、連続か。じゃあいきますよ、ハルティさん。はい。マインクラフトに新要素追加、その機能とは。課金すると村人の服が脱げる。メッポン。やったー。もう優しくいきましょう、皆さん。今日は、今日は、今日、これ。じゃあ山田さんいきますよ。はい。マインクラフトに新要素追加、その機能とは。階段を登るたびに BGM で階段ダウン、階段ダウンってなる。はい、ペックス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 です。ペックスだよ。3種類、3種類できちゃったな、なんか。はい、僕行きますわ。お、じゃあ行きますよ、コムさん。はい、行ってください。マインクラフトに新要素追加、その機能とは。保護者による使用制限がかかる。めっぽん優しいなぁ。甘い、甘いわ。笑ってんの、キューちゃんしかおらんくらかった。しかも、結構受けてたよね、今ね。ゆくん、あれか、保護者に制限かけられてるかわかる。なるほどな、そういうことか。キューちゃんが楽しそうだからいいわ。はい。コムさん、いきますよ。マインクラフトに新要素追加、その機能とは。10時間続けてたら体が四角になる。メッポンだこれは。面白い。まあまあ、うまい、うまい、これはうまい、これはおもろい。じゃあそろそろ次のお題いきますか。なるほど、はい。じゃあ次のお題は、こいつディズニーで働いてるなと思った理由は。はい、うん、もう早いな。いや、考えたの絶対。じゃあいきますよ。はい。こいつディズニーで働いてるなと思った理由は。家にいるネズミをミッキーと呼ぶ。怒られるわ。メッポンだな。いや、それはディズニーで働いてるなって思うより前に病気って思うよ。はいはい。じゃあ山田さんいきますよ。こいつディズニーで働いてるなと思った理由は。あの語尾に毎回はっって。今日の天気はっ。メッポン働いとるな絶対。はい。お、じゃあ行きますよ。じゃあハルさん、こいつディズニーで働いてるなと思った理由は。あのバイバーイの言い方がバイバーイ。キャストな。なるほど。スポーン。やったー。じゃあはい。お、キューマくん行きますよ。こいつディズニーで働いてるなと思った理由は。店員のことをあのキャストがさって言って話し始める。メッポン。じゃあそろそろ次のお題いきますか。はい、なるほど、お願いします。次のお題、この客 YouTuber だなと思った理由は。はい、早いな YouTuber。 じゃあいきますよ。この客 YouTuber だなと思った理由は。ということでね、お会計していこうと思います。っていう。YouTuber してるわ。YouTuber だな。はい。じゃあタクパンさんいきますよ。この客 YouTuber だなと思った理由は。ドンキホーテでお会計7777円だった。なるほど。めっぽん。
やった、優しい。なかなか独特な企画じゃね、それ。くせもんじゃん。じゃあそろそろ。お前飽きてきてんな、さては。違います。はい、ふたくん、この客 YouTuber だなと思った理由は？アグヤでベッドを宅配じゃなくて、なんか持ち帰ろうとしだす。あれ？解説いります？解説して。あ、なんかあの YouTuber がスクランブルでさ、ベッドで寝たみたいなやつ。いや、それ出てこんわ。あと古すぎた、マジで。古すぎたか。オーンかな？うわ。なんでワクワク言うの？はい、はい。ハルさん、行くよ。行きますよ。この客 YouTuber だなと思った理由は？ファミレスに暮らしてる。評価をくれ。評価はあれ？これみんなで言ってんじゃないんですか、評価。なるほどなぁ。あーね、そういうことするんや。うわー、悲しい。一番それがね。ダメだよ。大変申し訳ございませんでした。